今週お前は会議に出なくていい時間までに報告書を提出しろそれ以外で何を言わせたいんだ 先週、出張だと話したはずだが。それならお前は、何でユーモアのセンスを買っているんだ脳みそか。ラウンジだ。酒 俺がお前みたいに酔っ払うとでも俺は飲んでないぞ。ちょうど飛行機から降りたところだが、すぐに乗り換えてドバイに向かう。もちろん仕事だ。バカンスに行くとでも思ったか 今回の出張の最終目的地はドバイじゃなくアムステルダムだ直行便がないからドバイからイスタンブールに行ってそこからアムステルダムに向かうアームストロングじゃなくてアムステルダムだアームストロングは人の名前だろ まあ二日くらいだなお前はそんなに俺に会いたくないのかお前もドバイに来てみたいかそれなら 見上げでも買って帰ってやろう。憧れても仕方ないぞ。一生かかってもお前にドバイは無理だ。子供にあげるプレゼントかいいだろう。探しておいてやろう。 面倒ってほどのことでもない。空港の土産物売り場は近くにあるんだ。金はいらん。大したことじゃないから、礼も不要だ。渡すときに、仏頂面の刑からだと言えばいい。ずっとじゃない。お前の電話で思い出しただけだ。で その形はキングかそれともナイトの頭文字かいや、そんなことはどうでもいいな。お前は他人にやる以外に自分が欲しいものはないのか現地の特産品だな木彫りのラクダなんてどうだそうだな。 子供と関わる機会がなかったし、親戚に子供はいても、仕事が忙しいから会う機会がない。子供どころか、最近はお前の相手で手一杯だ。これから登場になるから、また後でな。プレゼントはアシスタントから渡すように手配しておく。あ、気にするようなことじゃない。